皆さんこんにちは。こんにちは。メガネの前田 TV 第7回今より生配信いたします。テイク2。ちょっとトラブルがありまして若干過ぎてますけど、もう一回リスタートということでやらせていただきます。まず場所をご説明いたします。こちらはですね、 JR 中央線武蔵小金井駅南口、徒歩約1分、伊東洋華堂武蔵小金井店の3階にございます。メガネの前田小金井店から、生配信させていただいております。まずお店のですね、ご紹介させていただきますと、小金井で創業してもう64年、地元密着型の、メガネ、コンタクトレンズ、補聴器の専門店として、頑張っております。そのポリシーはですね、半分医者で半分飽きないという、昔のメガネ屋さんはどこもそうだったんですが、お客様の体調管理にも気を配って、病気が見つかったら、眼科さんとのネットワークを駆使して、あくまでもお客様を第一と考える範囲範囲のメガネ店として、歴史を刻んでまいりました。ということで、水越さんもいらっしゃいますので、はい、最後まで皆さんちゃんとご覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。それではテイク2なんですが間ね、雪が雪の話だ。大変でした。雪でね、どこもお店もそうだと思うんですよ。売り上げがちょっとガタッと下がっちゃう。いやー、もう大変。メガネの前田さんもね、ちょっと大変だと思いますけど、これから雪解けで、そうですね。ね、お客様もほとんどこれからね、来ていただけるということで、これから暖かくなるじゃないですか。まあね。そうすると、ちらほらとニュースも出てきましたが。もうその辺の話言っちゃうわけね。花粉です、花粉症です。花粉症ですね。去年はね、すごく、大発生して、非常に売れました。売れた去年は。ものすごい売れた、はい、去年もう在庫がもう足りなくなる感じで、そう、もうメーカーの方でもね、なくなっちゃって、途中で、本当ですか、大変な思いをしました。で、じゃあその辺のね、今年はね、去年ほどではないということと、雪も降ったり、今日は雨ちょっとね、もうやんだかな、雨も降ったりで、ちょっと出足はね、あまりまだ花粉症に関しては、いいことなんでしょうけど、遅いんですが、うちで取り扱っているちょっと花粉症用のメガネね、対策防止用のメガネをちょっとご紹介したいと思います。うちでね、扱ってますのはね、スカッシーシリーズというのがもうメインで扱っておりまして、一番安いのが今ね、こちらの商品、いくら1300円、税別1300円で、実物はこれになるんですが、これ安いものには安いだけの理由があります。これでしっかりいく人はいいんですが、こちらの腕が全然曲がりませんということは調整ができません。ですね。調整ができないとどういうことになるかというと、かけていただいて、メガネがやっぱりずれてしまう可能性が出てくるということですね。で、かけて、ずれてしまうと花粉がここから入り込んで、この機能がちょっと意味がないので、その辺のなんとかこうきっちりね、耳のあたりとかが全然調整できませんのでね、これで十分大丈夫な方はこれでいいんですけど、で、少しお値段が少し上がりますと、こちらのタイプがそうなんですが、ここの部分が曲げられます。これね、この部分が曲げられますんで、かけ具合の調整ができます。耳の後ろでしっかり押さえることができますね。やっぱり安いものには安いだけの理由があるということなんですね。で、さらに今のこれね、子供用なんですけど、こういうふうにこういう色のものもありますし、それから当然こちらの安いものでも子供用もありますし、大きいものもあるんですけど、それから最近多いのがこうね、このゴーグルタイプですね。スポーツサングラスみたいな感じでかける、こういう、これは結構ブロックするスカッシースポーティー、これも、結構軽くて、一応フィット感はいいよね、かなりいいと思います。で、これも隙間とかは、これも調節できます。かけ具合調節できるタイプですね、高いの、これはね、2300円か、2300円の税別、それを出せばでも結構いいもの買えるね。そうね、はい。それと度が入れられるやつ、あとこのタイプなんですけど、ちょっとこれはもうピアだよね、これはどう入れられたっけ、これは度が入れられないな、はい、これが入れられるんだっけ、それは可能だ、それはできないです、ね、これはできないか、はい、清水さんこれかっこいいね、こちらですね、これはここはちょっとゴムになってるんですけ ど、 どこ、はい、これを外してメガネっぽくかけることもできるんですけど、花粉対策でこのようなゴムをつけて横から、もっとだからこうフィット感がいいよね、それはここがゴムになってる、そうですね、柔らかい、
ピヨピヨってなって、でそこにあれでしょ、アタッチメントを入れられるんだよね。あの、はい、で、あとやっぱりこれも同じようにここが、あ、調整できる、曲がります、はい、これが調整ね、このとこが調整できる、はい、これかっこいいな。これいくらぐらいですか、ね、これが、これはね、ちょっと高いんだよね。4000円ですね、4000円です。4000円か。で、レンズも入れられる。で、やっぱりどうしても、目が悪い人は、ここにやっぱり度がないと、どうしても見えづらいんで、やっぱりここに入れられると便利なんでですね、これはどっつき酔い対応になってまして、ここにレンズを入れることができます。なるほどね。はい。ですから、どんな度数でも対応できるんで。やっぱり花粉症の人はさ、ね、当然メガネかけてる人はレンズがないと困っちゃうからね。うん、困っちゃうからね。そうですね、はい。そういうニーズもあるんですか、やっぱ、はい、ありますよ。あとね、やっぱりほらコンタクトレンズしてる人もこの時期ダメだから。ソフトコンタクトね、ゴミがついちゃうともうダメだから。花粉症の時期はコンタクトもね、注意しないと。なるほどね。うん、で同じように見えてもこっちの方がちょっとその度が入れられませんので、先ほど一番最初、安い方がね、そうですね。ちょっと材質がやっぱり違うんで。うん、伸び縮みが全然しないちょっと材質、こっちはかなりいい材質使ってるんで、はい、ドア入れられるって形で、まあ値段が高いのはそれなりの理由があると、理由があるんですよ、まあ、そうですね。でこちらのようにマルチコート、反射防止コートとか曇り止めもついてるタイプもありますので、まあいろいろなタイプがね、このスカシーシリーズだけでも、こちらちょっとパンフレットなんですけど、ちょっといいですか、 これこのぐらいこんな感じ見えてる、いろんなタイプがありますんでね、ニーズによって、選んでいただければいいかなと思います。これは今さっき清水さんが言ってくれたやつもやってるじゃなくて、まあ、もう全体的な、全体的な、うん、これスカシーの全部、うん、いろんなタイプがあるんで、だからまあこれは前田さんのところ来てご相談していただいて、ね、そうそうそう、気軽にご相談いただければ、かけ具合とかは結構大事なので、うん、相談していただければと思います。なるほど、なるほど、はい、まあこれからね、多分来月、もうあさってから3月ですけど、うん、本格的に花粉のこれからってことになるからね。そうですね、本格的に ね結構やっぱり年々やっぱり花粉症になってる方が増えてるっていう実感が結構するんで、あの名医者さんからこっちへ来るって方もいるの、そういうのはない。でも眼科さんじゃ売ってないよね、売ってないんで、売ってないよね、ですから花粉症なんでってことでやっぱり、うん、そういうものを探してくるっていう感じですね。まあ、はい、とりあえず前田さんのところに来て相談して、ね、そうですね、気軽に、はい、お気軽にね言っていただければ、まあ花粉症ぜひね皆さん、早めの対応、ね、そうですね、去年はね本当なくなってしまったんで、できるだけ早めにねお買い求めいただければと思いますね、はい、はい、お待ちしております、はい、で、それ次、そう、じゃあうちで扱ってる商品のちょっとご紹介をしますかね、うん、はい、先これやる？お送りやる？まあこちら、うちのそれからで、うん？これ何？これはちょっと今じゃあこちらやりますね。うん、やって。まあ春になってきてやっぱり皆さんサングラスが結構必要になってきてると思うんですけど、その中で今日はちょっとスポーツサングラスについてちょっとご説明。スポーツサングラスね。はい。で、サングラスっていうのは皆さん眩しいからちょっとしたいなっていうのは、まあこれ大前提だと思うんですけど、いろんなレンズのカラーっていうのがあるんですね。でカラーによってもう機能性がだいぶちょっと違ってきます。でその中で一番オーソドックスな、そうですね、オークリーのねご紹介します。うちのお店のポリシーとして1地域1店舗制のブランデッドっていうのがあります。まあ、お客様あまりご存じないんですけど、このオークリーもそうです。うちが取り扱ってますので、少なくとも小金井市内はうち以外は取り扱いができません。でそういうブランドをうちはかなり取り揃えております。でオークリーもホームページ見ていただくと、その取り扱い店を見ることができますので、小金井とか入れていただくとうちのお店が出てくるはずです。ということ でオークリーのそうです、ね、うん、ご紹介します。でまずサングラスのカラーで一番、まあ、迷った時に選んでいただきたいのはこういうグレー系の色ですね。うん、こういうグレー系の色が一番無難な色なんですけど、色調がブレないんで、自然な感じでものを見ることが一番しやすいサングラスですね。でいろいろ、まあこれはスポーツ、ゴルフでもそうですね、いろんなマラソンでも全部にいろいろ使える色がこういうグレー系の色だったら使えると思います。で例えば
それと対照的に、まあ、こういう色、これかなり奇抜な色なんですけど、はい、いやすごいねそれ、こういう色はちょっとやっぱり色調感覚はちょっとずれてしまうんですけど、うん、まあすごいな、はい、明るく見えるようなイメージは結構あると思います。かっこいいねでもね、はい、かっこいいね。でまあ、このかけていただいたんでこの話なんですけど、うん、これは結構イメージはちょっと攻撃的なようなイメージなんですけど、マラソンとかですね、科目に何かやるにはこういう周りの視界が気にならないので 集中できる、はい、集中できるってことで、はい、こういうものは非常に、はい、優れた、あと掛け心地も非常に軽くていいんで、すごい軽い。じゃあちょっと清水君にかけてもらって、うん、前田さんと清水さんかけた時どう違うかっていうの、何それどういうことそれ、失礼ね、これもちょっとこういうかっこいい、誰がかけてもかっこいいんだよ、かけてみる。で人の目が見えないんで、これはそうね、分かんない、だからどこ見てるか分かんないから、だから周りの視線が気にならないんで、ですからただしこういう色っていうのは例えばボールを飛んだものを追って追うとか、うんうん、そういうのにはちょっと向かないかもしれない。そうだね、さっきの暗くなっちゃうからね。そうですね、うん、さっきのグレー系の色のこういう色の方が、やっぱりそういうものは追いやすいっていう感覚ですね。はい、でどこなんですかメーカー、これはオークリー、オークリー、アメリカ、アメリカ、オークリー、オークリーっていうとイチローとか、そうですそうです、うん、はい、もうスポーツ選手もうソチオリンピックでもたくさんかけてますよね、スピードスケートの選手とか、うん、あともう一つがいっぱいかけてる、これ実は私今かけてるこのこれもオークリーのメガネフレームです。それオークリーなの、はい、これオークリー、意外とこれオークリーのメガネフレームだ、はいはい、私がかけてるのもオークリーです。あ、これもオークリーなの、そうです、そういうタイプがあるんだ、はい、メガネフレームもね、いろんなのがありますから、これもオークリーですね、あ、いいですね、すごい人気あります、はい、うん、でもう一つですね、色はこういうちょっと赤っぽい色、うんうん、これもですね、ゴルフとかで使っていただくと非常に便利な、ゴルフ、はい、あと曇り空とか雨、天気の悪い日はこういう色を使っていただくとちょっと 赤っぽく見えるんですけど、鮮明さ、明るさが非常に視界に出るんで、まあ、天気の悪い日はこういうお色、あと芝生にかなり有効な色でですね、白いボールがしっかり見やすい、芝生の上で天然芝とか人工芝とかどれでも使えるんですけど、ゴルフやってないのよく知ってんね、はい、まあ、勉強レンズの勉強してるんで、それで特におすすめなのがパターする時の、芝目のラインがこれだと読みやすいっていう、でスコアアップにつながるかもしれませんっていう、いやいやスコアはやっぱりね、かなりパター大事よ、普通のやめちゃったけど私これさっきお話ししてた、うん、こういう色よりもこれもかなりゴルフで使っていただいている方いらっしゃるんですけど、芝目には強い色っていうのはこういう色、っていうのがそういう機能によって、はい、これね実は全部オークリーのレンズなんですよ、はい、だからオークリーオリジナルのレンズなんで ね、はい、まあ、若干他のメーカーの色とはちょっと違うよね。そうですね、うん、でまあ結構紫外線カットっていうのは結構安い紫外線カットは貼ってある感覚なんで、うんうんうん、膜がですね、うん、ですから傷がついちゃったらそこから紫外線が入り込んじゃうんです、ね、オークリーの場合はちょっと全部練り込んで作ってるんで、うん、ですから傷が入ってもそこから紫外線が入ってしまうことはないんで、非常にそういう意味でも結構丈夫に、紫外線もね実は今これからの時期は本当、はい、多くなるんですね、うん、特に4月5月あたりがね、実は一番紫外線が強くなる時期なんで、はい、そうですね、あと、うん、そう、それとほら度も入れられるんだよねこれ、実はこういうスポーツサングラスでも全部度が入れられるようになってます。ハイカーブなんでカーブが結構きついレンズなんで、度を入れるのは結構制限があるんですけど、ある程度の度数だったらね入れることができます。全部今お見せしたのは全部度は入れられます。これは無理でしょ、これそれも大丈夫です。あ、これ中に入れるタイプ、はい、外側じゃなくてね、ここに貼り付く感じなんですけど、あ、そうかそうか、はい、まあ、ある程度の度数であればオークリーの、ね、スポーツサングラス、度数も、ね、度も入れることができます。で、はい、まあ、色々なカラーによってその使い分けが色々できますので、色味の方何をしたいかによって変わったりしますので、いろいろご相談していただければ、うん、アドバイスはさせていただきますので、はい、いやこれだけ詳しくお話しいただいたら相談したくなりますよね。いやいや、もうぜひぜひお願いしたいですね、うんうんうん、ちなみに清水さんはゴルフやらないっていう、他に何かスポーツやるの？
いろいろ釣りをやったりとか、あと山登りをやったりとか。山登り？はい、もやりますね。すごいね。本当。私も行ったの。いや、あの、まあ有名なところだと槍ヶ岳。お、槍来ましたか？結構いろんなとこ行ってんの。ええ、僕は行ったんですよ。僕は山登り自慢じゃないけど苦手だから。私も苦手だから。高尾山ぐらい。テレビで見るぐらい。あと富士山はもう何度か行ってますし。本当ですか？富士山はまあ結構地道に登らなくちゃいけない。特に山なんで大変なんです。そういうアウトドアだすごいとこ行って。アウトドアだとやっぱサングラスがね。まあ絶対必要ですね。紫外線すごい強いからね。清水さんはサングラスの時はどう入ってるやつ？どうも入ってるを持ってます。あ、本当。はい、両方とも持ってるんですけど。さすがですね。はい。まあそれも用途に。よって使い分けてるっていう感じで、はい、いろいろ。前田さんはちなみにスポーツはないの？スポーツはやらないね。ラーメンばっかりだもんね。今日はラーメンの話をやめときます。じゃあまあそういうところで、まああの紫外線がねだから強くなってきたんで、前回ねちょっとお話ししたんですけど、メガネって今までの要はその UV カット、紫外線カットってあのまレンズの前面だけ。前の部分だけ。ところが今、勉強しましたね。そうなんですね。で今ニコンでね、まあ、他のメーカーでも出してますけど、レンズのこう裏面にもその紫外線カットをつけてあるものがかなり普及しだしました。なぜかというと、かけた時にこう後ろからやっぱりこう光が入ってきちゃう。でこのレンズに反射して肌にだからシミそばかす、そう、特に女性の方ね、シミそばかすを気にされる女性の方にはぜひこのレンズの内側にもそういうコーティングを施してあるね、メガネレンズをぜひあの使っていただきたいなと思います。これから間違いなく、まあ、すでに結構ね増えてきてるけど、ね、はい、あの女性の方には本当におすすめ、まあ、男性でもそうですけどね、うん、ぜひおすすめしたいなと思います。で次にじゃあね、うちで扱ってる商品ね、はい、先ほど言いましたように一地域一店舗制の、ブランドをたくさん取り扱ってますけど、まあ毎回ちょっとねあのご紹介しているものなんですけど、エフェクターっていうですね、エフェクターっていう、うん、あのフレームがございまして、それをちょっとこれからご紹介したいと思います。まあちょっとこちらにねあるのがエフェクターなんですけども、見ていただいて分かるように非常にこうねごついごついごついで、あの今彼が持ってるのはですね、これダートっていう商品で、ダートお笑いタレントの宮川大輔さん、あれダートなんだ、ダート、そうですね、この間までスキヤの牛丼の宣伝に出てたと思う。これをかけてます。でこれのねストライプが入ってるね。白いのが入ってる。全然似合わないんですけど、うん、かなり大きい、ね、ものすごいインパクトですね。まあすごいこれ個性がね、かなりですね。これ買うお客さんもいるの？いやこれ人気なんです、ね、人気あるんだ。はい、すごい人気。でもね、彼かけると大きいでしょ。うん、宮川大輔そんなおかしくないよね。顔がでかい。はい、顔が大きいんだね、彼はね。大きいですね。彼は大きいんだね。はい、確かにこの間も見たけど、ストライプが入ってるやつかけてる、ね。そうそうそう。あれはでもエフェクターの。あれ特注じゃないか、あれ多分。そうかもしれないです、ね。あれでもエフェクターの。エフェクターのだから多分特注で作ってもらったんじゃないかなと思うね。で、このエフェクターの良さっていうのはね、やっぱりこの、実はここにハンドメイドインジャパンって見えるかな、入ってるんですけど。これね、どこに？ここに。あ、ここね。ハンドメイドインジャパン。ここのところ。はい。サバエのね、メガネの産地サバエの職人さんが一本一本手作りです。ですからね、これはちょっとね触っていただかないと分かんないんですけど、本当この質感の良さは本当特徴ね、はい、それとあのこのセル、この厚みがですね、これ8ミリあるんですね。これ他にはないね、やっぱりこのエフェクターのオリジナルシリーズで、これはファズって言いまして、これがもうこれも、エフェクターを代表するモデルです ね、これもすごく売れます。これちょっとやっぱりね大きいと思うんですけど、それも結構ガッチリしてる、うん、これもね、はい、それも人気あるの、これもね、これすごい人気、これ本当エフェクターの代表的なモデル、ファズで、これの少し一回り小さいのが S ね、ファズ S、はい、ファズ S、 それは妻夫木さんとか、妻夫木聡さん、聡さんとかかけてますね、はいはいはい、それから今、まあ、このファズなんかもねすぐ売れてしまいます。であとこちらが、松田優作、今は亡き伝説的俳優松田翔太、松田子供、ね、はい、のお父さん、はい、松田優作、はい、優作です、はい、のコラボモデルがこちらの優作です。こちらちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、ちょっとかけてみる、はい、これ少しねブラウンの薄い色が入ってるんでサングラスタイプなんですけど、
形はどっちかっていうとスクエアタイプなんで、どなたでも描きやすいタイプで、大きさもねそれほど大きくないんで、これが実は本当に売れます。それはサングラス。そうですね、これサングラス、サングラスちょっと色が入ってます。だから別にあの色入れてもいいし、銅入れて色なしにしてもいいし、ただこの優作は本当に売れるんで、入ったらすぐ売れる、ね、入ったらすぐ売れますね。あのこの間は翌日新座からだったっけ、埼玉県新座から買いに来ていただいて、はい、私がブログを入れたら、あ YouTube 上げたら、ね、YouTube ブログ皆さんね見てください。あのこのエフェクターに関してはあのそうそうそうなんです、中央線ではね西荻窪にコンセプトショップ系のメガネ屋さんがあって、そこで扱ってるんですけど、西荻窪から西側は今のところうちだけなんです、扱ってるのね。だから吉祥寺も立川も八王子も扱ってるお店がないんで、あの青梅線のね、なんだフッサとか羽村とか優作って入ってるの、うん、から八王子とかね、青梅線の羽村あたりから買いに来るお客さんもいらっしゃるのね。で電話での問い合わせもかなり最近増えてきました。あのエフェクターエフェクターの取扱店は本当少ないんで、であのホームページ見るとやっぱ全国の取扱店が出てますんでね、それを見て遠くは山口県で電話で問い合わせいただいて、山口か、ね、山口ね、すごいですね。まあ、これは本当にまああのコアな商品なんで、みんながみんなっていう商品ではないんです。今在庫ちなみにどのぐらいなんですか、コア。あのねエフェクトは今優作はもう1本しかない、はい、これしかない、これは1本しかないです。だって早めに入ってくるのも1本しか入ってこないもん。あ、うん、本当あの何本注文しても1本しか入ってきません。あの作る数が、そう作る数が少ないから ね、 あのさっきも言ったように、はい、職人さんが一本一本手作りで、ハンドメイドで作ってる、ね、一度に上がってくる数もすごく少ないから、はい、みんな欲しいんですよ、やっぱりこう売れるものはね。で取り扱い店も少ないんで非常に人気があります。あとやっぱりこのエフェクトだと最近すごく人気あるのこのねブロータイプ、はい、サーモンとブロータイプ、それ人気あるんだ、うん、これがねちょっとかけてみて、これ今すごい昔のメガネっぽい感じするんですけど、うちの親父の頃のメガネ、そうなんだけどすごく人気がある、これ、これね今すごくいい、それエフェクターでもね何種類かあるんだけど入ってこない、全然本当、うん、注文出してるんだけど全然入ってきません。なんていうタイプでしょう、これはサーモンとブロディレイ3か、はい、ディレイ3っていう、ディレイ3っていう、かっこいいねこれ、ね、清水君似合ってるよ、いや似合ってますか、うん、かっこいいよね。いいでもね、でも逆に言うとおじいちゃんも買ってくるんですこれ。そうですね、本当、うん、昔ながらなんでタイプにあんまりないんだよ、はい、今あないんだ逆にね、だから、はい、エフェクターでもおじいちゃん買ってくるの、へえ面白いね、これ人気あるね、なかなか注文出してるんだけど入ってこないですよ、はい、うん、結構人気があるんだねこのねブロータイプ ね、 ね思ってる以上に、まあエフェクトはねこういう感じで一生懸命やってるんですけど、はい、あとですね、プロデザインデンマークの話をちょっとだけ、デンマークのフレームメーカーでプロデザインデンマークっていうのがございまして、もういろんなね、どっちかっていうと幅広いラインナップ でお値段もかなりリーズナブル、デンマークなんでデザイン性が結構 ね、 そうですね、よくて、でまあ、今日ちょっと紹介するのはこちらのフレーム、これメンズフレームなんですけど、これ非常にデザインと機能性をマッチした、この日本 の、 あの感覚とは違うデザインですね、ね、はい、でこのテンプルの部分は普通と反対なんですよ、ね、下からなんですよね、これね非常にこう面白いデザインで、これね展示会で日本の展示会で賞を取ってます、このフレーム、あで、すごい桑田靖子さんが、え本当に前田さんって呼んでますよ、ありがとうございますありがとうございますありがとうございます。でね、先ほど言ったようにこういう風になるんで、こんなちっちゃなケースにこう入ってしまいます、こんなちっちゃなケースに収まってしまうんで非常にね、そうですね、掛け心地もすごいです、ね、これ実はですね、私も実はこれ掛けてまして、私は遠近両用なんですけど、私もこれ掛けてます、こんな感じ、ちょっと色はねオリーブっていう感じの色なのかな、こういう色のフレームなかなかないんでね、度が強い方も目立たない、ね、厚みがあまり目立たない、厚みもね、そう、これも非常に人気がある商品で、まあ、お値段もそれなりにするんですが、でも桑田靖子さん本当ありがとうございます。
います。あの往年のアイドル、あ、そうですか、うん、あれ同期どなただっけ、いっぱいいるんだよね、松本優ちゃんも、南野陽子ちゃん、あ、南野陽子さん、そうか、はいはい、何人もいるんだよね、いっぱいいますよ、38年組だっけ、水越さんの人脈の広さでね、あ、この間メディカツにも、ね、出演して、はいはいはい、その時に私もちょっとその時にあのご挨拶ちらっとご挨拶させていただいたと、はい、ありがとうございます。あとね、それからそうですね、ジュニア用のね、あの子供用のフレームを買う時に、こんな前回もちょっとねいろんなことを申し上げたんですけど、あのやはりしっかりと、まあ、したもので、ちゃんとアフターサービスも万全なお店で作っていただきたいのが当然なんですけど、やはりお子様のメガネであんまりいいデザイン性のものってあんまりないんですよね、長いですね。で当店では、例えばこれ5種、これあのこれ女の子用なんですけど、これ実はあの大人用でもあるんですけど、非常にこの色味がねすごく綺麗なフレーム、これジュニア用なんですね、5種っていうジュニア用のフレーム、これとそれから、フランス製のラフォンっていう、ブランドの、フレームを扱ってまして、あの当然大人用のものもたくさんいろんなデザイン綺麗なものがあるんですけど、こちらこれラフォンのフレーム、本当にメイドインフランスなんですけど、デザイン性の高い、あまりね他にはないようなジュニアフレーム、こういったものやっぱりね、あのお子さん、大事なお子さんですからね、結構気にかけるあのお父さんお母さんいらっしゃいますんで、こういうラフォンなんか、これはかなりちっちゃい子用なんですけど、なかなか他ではないような色使いのこういうジュニアフレームもあります。あと片手で掛け外しをしちゃ しちゃうからこう、ね、いますので、ここが、はい、これどうしても片手で外すとギヨンって広がっちゃうから、ね、そうそういうことですね。そういう時にこうやっぱり子供さんにはこういう目がないとバキってね、はい、うん、傷んじゃって折れちゃう。あとやっぱりデザインがやっぱりそれも最近のお子さんもね、はい、デザインやっぱり特に女の子はすごいでしょ、デザイン的に、特にね、お父さんお母さんがメガネかけてるとね、メガネに対する理解もあるから、自分の子供にもねちゃんとした それなりのものをかけさせたいとなりますよ、ね、お父さんお母さんがかけてないとなかなか分かんないからね。そうですね、うん、まあ値段とかにいっちゃうのかもしれないけど、はい、まあ子供のフレームもね、うちあの実は地元の眼科さんとのね、付き合いも非常に密なので処方箋もたくさんいただいてますんで、ジュニアのフレームにも力をそれなりに入れております。まあ、楽しくかけていただきたいなっていう、ね、うん、はい、でもねやっぱり壊れたりね曲げたりするのは当たり前なんで、まあ、その辺のアフターサービスもきっちりとやらせていただいてますんで、さすが眼鏡の前でそこが違う。いや、まあ、それはもうやっぱり違いますね。値段にはそれなりの理由があるということですね。まあうちが高いと言ってるわけじゃないんですけどそれなり安いものには安いだけの理由があるということですね、はいはい。それでそうですね、ちょっとレンズのね、メガネレンズの傷についてね、あ、前田さんのブログでアップしましたね、うん、ちょっと反響があったけど、そうですね、メガネのね傷とか傷についてお話をしたいんですけど、うん、まずですね、一番多いのが、例えば老眼鏡ね、うん、あの既成の老眼鏡もそうなんだけど、あのまあ私みたいに近視の強い人間は O レンズなんで、まあ比較的少ないんですけど、普通の方の老眼鏡って凸レンズが多いんですね。真ん中が厚いレンズで、そういう人が例えば眼鏡をこういうふうに置いちゃうと、ね、こういうふうに置いちゃうと、はいはい、凸レンズだから真ん中が一番出っ張ってるんですよ。こういうふうに置いちゃうとね、そうするとここは傷つく、そうそう、真ん中の部分が傷ついてしまう、ね、はいはいはい、でそれが日常化するとそこからコーティングがね剥げてきてしまう。だからそういうような置き方はあのしていただきたくない、ダメですね。ちなみにコーティングが剥げるっていうのはもうダメなの？うん、あのだから反射防止コーティングっていうものがあって、あの紫外線カットもそうなんだけど、そのコーティングが取れちゃうと、まあ、練り込み式じゃない紫外線カットの場合は紫外線もカットしなくなっちゃうし、正しい置き方は、あ、正しい置き方こういう、あ、これ、うん、こういう方か、まあ、あとはこういう感じね、あ、そういう感じね、ええ、もう絶対こういう風には置かない、しないという、そうですね、こういう置き方がね、そうですね、はい、がベストですね。それからね、よくそう、傷が症状があるっていうのはちょっとしたことで、例えばメガネ拭くときにもちゃんとしたメガネ拭きとかティッシュペーパーで拭いてもらえばいいんですけど、ハンカチとか、ね、ホコリがついてるようなもので擦るとやっぱりあの
傷がついてしまう。その傷が大きくなるとやっぱりコーティングがどんどん剥げていってしまうんで。何でやればいいですか。やっぱり専用のものを一つ決めていただいて、まあ、タオルとかって 何度もいろんなものに使ってしまう可能性ってやっぱりありますので。ゴミとかついてる、はい、他の汚れを巻き込んでいる、それと一緒にやっぱり擦ってしまうと傷になる。ですからもう必ずメガネ拭きっていうのを一つ決めていただいて、それで拭いていただければ心配がだいぶ減るんじゃないかなと思います。あとそうですね、あとはそのメガネ拭きを拭く前に水洗いをねちょっとしてもらって汚れをね流してもらって、あのメガネ外しちゃってるんでホコリ汚れとかはついちゃってる場合はやっぱりありますの で、はい、でメガネはかなりね汚れるもんですからね、皆さん思ってる以上に汚れるもんなので、その日常的なケアって非常に大事ですよね、はい、それからね、あと特に女性の方に多いのは、まあ、これは男性でもあるけどヘアスプレー ね、 あ、そうですね、ヘアスプレーをシュッシュッとした時にメガネ、うん、ですぐ拭けばいいんですけど、そのまま残しておくと、そのまま放っておくとあの レンズの表面がダメになっちゃいます。で今まで申し上げたことはもうレンズを交換しないともうダメなことなん で結構いるんですよ。これ汚れがなんか取れないんですけどとかって、ね、持ってこられるお客さんいるんですけど、特にあとね女性の場合化粧品ね、はい、化粧品がついたりしてそのままにしておくとコーティングがダメになってしまう、うん、それからあと、よくあるのが、レンズのちょっとね実際にあればお見せしたいんですけど、ちょっと今ここにないんで、レンズの表面がもう歪み歪んじゃってるタイプね、はいはいはい、表面がひび割れちゃった。これはどういうことで起こるかっていうと、高温の状況下、夏の炎天下の車内に車の中に置きっぱなしにしたり、それとかサウナに入ると一発でダメになります。それダメになりました。実はそれやってメガネつけたままあのお風呂入ったんです。あ、はい、でちょっとサウナがついてて入って出てきたらピキ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 、あれはコーティングがなってるの、はい、レンズコーティングが、うん、表面の、それでメガネ前田さんで変えてもらいました。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あとだからね、あの冬場の露天風呂もありえるんですよ ね、 そうですね。だからね、できるだけね、私なんかもメガネかけてあんまりお風呂入んないんですよ。見えないんだけど、もうしょうがない。入ってる人いるけど、あれやめてもらう、うん、まあメガネ取ってありがたいけどね、レンズがダメになるとね、またいやそれはダメでしょ。なんですけど、でも冬場の露天風呂も内風呂と外とのね温度差がすごくあるんで、この温度差があるとコーティングがねダメになってしまう場合が、あの膨張してそれが収縮しちゃって、 それで、うん、あのコーティングがシワだらけになってしまうっていう現象ですね。ですから、あとはお湯で洗うのもダメ ね、 そうですね。油汚れとか皆さんお湯で洗うときれいになるかな、ね、と思いがちなんですけど、うん、それもダメです。あ、はい、ちょっといい、本物さんいないのかな。ですからね、レンズもねそういうことでね、うん、なんかちょっと気をつけていただかないとダメな場合もね起こってきますし、レンズの場合は本当に修理ってできないので、表面のコーティング取れてしまったらこのコーティングだけつけるということはできませんのでね、やっぱり日頃のケアが大切かなと思います。はい、それからフレームのね修理もねよく聞かれるんですね。フレームの修理もですね、今ちょっとここにな、あ、ちょっと取ってきてもいいですか。どうぞ。ということでですね、今ねあのお客様がたくさんね、まあいいことなんですけども、ちょっとお店に来てましてですね、コメント皆さんねお待ちしてますんでね、たくさんコメントいただきたいと思いますけども、 Facebook の方にはですねいただいておりましてね、高橋さんありがとうございますね、コメントいただきまして、そして、桑田さんありがとうございます。他の方もね、ぜひたくさんのコメントをですね、このソーシャルストリームね、コメントいただいて、ぜひ質問とかもあればね、いただきたいと思います。あ、すみません。お待たせしました。はい。フレームのね、ちょっと修理についてご説明したいんですけど、例えば、こちらのフレームは、ここリムっていうんですけど、ここが折れちゃって、切れちゃってるんですね。布、はい、切れっていう症を起こしてます。うん、で、これ修理で直すこともできます。ロー付けっていう修理になるんで、ここの部分をね。これは取れちゃうの？いや、切れちゃった。切れちゃうの？切れちゃった。ことあるの？まあ、たまにね、うん、まあ、でもかなり使い込んでる人に多いんですけど、はいはい、そうするとここね、ロー付けっていう修理ができるんですけど、これね、
特にチタンの今ねフレームが多いので、うん、チタンのフレームだとね真空の状態でロー付けっていうのをやらなきゃいけないんで、うんね、はい、うちでは修理ができません、はい、これは専門の工場に出して約1週間から10日ぐらいで、費用がだいたい5000から6000ぐらい、そうですね、はい、で熱を加えますんでね、ここの部分はどうしても変色してしまいます、そうそうって顔ですよ、あ、そう、変色してしまいますんでね、うん、それからもう一つよくここのお花の部分ね、これクリングスって言うんですけど、片方取れちゃってます。でこれも付け直すことできるんですけど、同じようにロー付けって修理が必要なんで、まあ5000円から6000円ぐらい。だから本当に気に入ってね、愛着のあっていいメガネだったら直すのはいいかもしれないけど、まあ今ねいろんなものがございますんでね。でもまあ一度それ相談した方がいい。あ、もちろんもちろん。だからあの修理もできますんでね。ただお日にちと時間とそれからあの熱を加えるから、さっきも言ったようにちょっと色が変わってしまうんで、その辺はちょっとご了解いただかないとね、なるほど、できませんのでね、うん、ということで、なかなかいい時間にね、テイク2になってしまいましたんで、もういい時間になってしまいました。まあ、これだけあの商品も豊富に取り揃えて、うん、まあ、範囲繁盛ということで、アフターサービスもバッチリ、メガネの前田さんということで、はい、とにかく何か疑問があったら相談をね、そうですね、専門店ですからね、はい、いろんな、疑問にお答えすることができると思いますので、ぜひ、よろしくお願いします。それとあとなんか今ちょうど、あ、そう、今ね、2月、もう2月終わるんですけど、決算セール今やってますんで、ね、いつまで、これはと、もう明日までなんです。2月28日ですね。今ね、ただね、14年2月28日まで、はい、決算セール。でも来月実はこの洋華堂、3月21日がオープンの日なので、来月もまたスプリングセール、ね、そうですね、前回上げての、あの、はい、開店記念セールっていうのがまた始まりますので、そうですか、3月、ぜひそういうこともブログに、あ、わかりました、ね、アップして、はいはい、していただけたらと思います、ね、はい、もうぜひあのすぐにやります、ね、水越さんの言うことは何でも聞きます。ぜひあとまたあのメガネの前田さん、ここはね JR 中央線武蔵小金井来て、前田社長とかね、清水さん副店長、副店長、うん、会いに来てくださいね、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということでメガネの前田 TV、 はい、どうぞ締め、それでは第7回のメガネの前田 TV、 これで終わります。毎月第2と第4の木曜日12時から、放送いたしますので、よろしくお願いいたします。今日はどうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、さよなら。さよなら。